はい、こんにちは、ガサガサベッティング佐藤です。今日もよろしくお願いします。というわけで、この家のベランダでね、ここからここに川があるんで、ちょっともうね、さっき動画撮ったばっかなんですけども、そっか1時間後の今、仕掛けを作ったんで、ちょっとね、魚を狙ってみたいと思います。で、ここはあの関東のね、神奈川県なんで相模湾に面した、地域で、大きな河川ではないんで、こんな感じなんでね、まあ、実際そんなに、魚のね、淡水性魚類の、多様性というのは決して高い水域ではないんで、ないので、そんなに魚がいるとは思えないんですけども、なんかいるだろうと。パッと見では魚影は今ちょっと光っちゃっててね、魚が見えないんですけども、まあ、ただ海からそんなに決して遠い距離ではないポイントなんで、ハゼの仲間とかはいるだろうなっていうところですね。まあ、あとテナガエビとかね、あとカニ系とかね、その辺かなみたいな感じで、多分鯉ですら、鯉もね、こんだけ浅いとね、厳しいかなと思うんで、何がいるかなっていう感じで、とりあえずちっちゃいね、アジの切り身と小さい針をつけて、まあ、ガン玉とより戻しをつけた状態で、ちょっとコントロールしやすくして、チョンチョンチョンって感じでね、誘えば、ハゼがいればね、食ってきてくれるんじゃないかなと思うんで、釣ってみます。一発目いきます。もう釣れんのかね。うわ、来た。一発目。ダメね。一投目来たよ。一投目。浮き彫りの仲間かな。これなんだ、墨浮きかな。いるんかな。なんだろうね、これ。めっちゃ淡水魚。汽水系の、汽水か淡水のハゼなんですけど、多分浮き彫りの仲間ですね。ちょっと入れ物に取っときます。二投目いきます。餌はアジです。カニだ。カニは今はいい。カニは今度。よし。お、次も一緒だ。出ました。これも。炭浮き彫りでした。
3投目いきます。釣れました。これも墨浮きゴリだな。いや、お、カワセミだ。いるんやね。これも墨浮きゴリです。こればっかりですね。なんか他のハゼいないかな。いないことはないと思うんだけどな。もうちょい多分500m ぐらい下れば、もうちょっと多分他のねハゼが出てくるんじゃないかな。ヒナハゼ類とかね、スナゴ系とかね、いそうだけど。よし、よいしょ、浮きゴリやね。ああ、一緒だ。また同じのだ。一緒やね、みんなね。墨浮きゴリだね。あと餌1個なんで、最後、今日はやってみま、最後の餌でやってみたいと思います。ほぼ餌なしで最後の一匹です。今日はこれで、終了です。とりあえず何がいたかっていうのがね、分かったんでね。はい、こちら今釣れたんですが、浮きゴリの仲間だなっていう感じですね。
ただこれ第一背びれといってね、前の方にある背びれを開いた時に第一背びれの後ろの方、尻尾側にですね大きな黒い斑点があると浮きゴリなんですけども、それがない場合は墨浮きゴリかなという浮きゴリの仲間の可能性が非常に高いですね。であとはこれ結構しましまがね、体のねえらぶたの後ろから尾びれまでの付け根までね、尾柄まであるんですけど、この墨浮きゴリの場合はこの後ろの方にね3本4本ぐらいがすごく明瞭にね黒い線が残って、お腹の前方に行くに従ってそれが不明瞭になることが多いらしいんで、これはおそらく、背びれの第一背びれの後ろですねにも斑点が、黒色斑ですね、黒いスポットがなくて、なおかつ体のラインがね、尻尾の方尾びれの側の3本ぐらいかな。浮きゴリはねややこしいんでね、で実際もうちょっと北のね北関東からの海沿いからのそこから上のね東北にかけてはこの浮きゴリ、島浮きゴリ、墨浮きゴリが3種類ね同居しているエリアもあるんで、そういうとこ行くとねややこしいんですよね。なのでこれは墨浮きゴリです。でまあ基本的に墨浮きゴリって、川の河口域のねとこからまあ下流域って言われるような、汽水から淡水に変わっても割と海に近い汽水に近いエリアに、ね、あんまり上には上がってこない種類なんですね。なのでまあ条件的にドンピシャかなということで、墨浮きゴリ、ギムノゴビウスですね、ギムノゴビウス属でした。はい、ということで今日は自宅待機中なんですけども、本当に家の中から、小さなね小川にアジの切り身をねつけてちょっと入れてみたら、このようなウキゴリの仲間ですね、ギムノゴビウス属の、墨浮きゴリが 1,2,3,4,5,6 6匹釣れました。正直数ヶ月、2ヶ月半ちょいぐらいねガサガサしてなかったんで、まあ、今日魚釣れでね魚が釣れてすげえ嬉しいです。まあ、今回他の魚が全然釣れなかったんで、まあ、ちょっと厳しいかなみたいな感じはねするんですけど、もうちょっとねこの川がどんな川なのかっていうのをね14日間もあるんで、探っていきたいなと思います。というわけで今日はひとまず初めての釣りということで、墨浮きゴリですね。でこれ浮きゴリはさっき言ったね、ビリンゴ、ジュズカケハゼ、あと琵琶湖の固有種のイサダ、それからそっくりさんシリーズで浮きゴリ、島浮きゴリ、墨浮きゴリとね、なんとか浮きゴリっていうのがね3種類いるんですね。でさっきのビリンゴとジュズカケとイサダに関してはもうこれはねこの浮きゴリ 3兄弟とは比べて尻尾がねすっごい細いというのと、まあ、それぞれの、結構ね限られたエリアに住んでいる種類が多いので、まあ、なかなかそこのエリアの方たち以外はね出会う機会ないんじゃないかなと思うんですけども、まあ、すごいね、とにかくビヘイブっていうか尾びれの付け根がすっごいね細いんで、くびれていて、まあ、特に産卵期のねあったかいシーズンはオスがすごい綺麗な、カラーリングをします。まあ、イサダはちょっと産卵期違うのかななんですけども、まあ、彼ら3種類とはまた違う感じのこの浮きゴリ兄弟3種類いるんですね。まず浮きゴリは、ね、全体的に分布域日本広いんですけども、その中で、島浮きゴリというのがいるんですが、これが割と北の方、北関東から東北にかけて分布する浮きゴリなんで、まあ、ここは神奈川県なんで太平洋側なんで、で、まあ、基本的に多分いないんじゃないかなということで、除外です。
で、あとはスミウキゴリとウキゴリになったんですけども、ハゼの仲間は背びれ、この背中側には背びれが2つあって、頭側の背びれを第一背びれ、そして尾びれ側の背びれを第二背びれというんですけども、その第一背びれなんで、頭側のここの背びれですね、これのこの背びれの後ろ側ですね、頭よりもじゃなくて尾びれ側のこの後ろのこの辺に黒い黒斑点か黒斑というもの、黒い点があるのがウキゴリ、そして斑紋がないのがスミウキゴリというのが、まあそれ以外にもたくさん見分ける箇所があるんですけども、それがこの今回釣ったのは黒斑が第一背びれにないので、おそらくスミウキゴリかな。それからウキゴリの仲間は体にね、あの線がたくさん何本も7本8本あるんですけども、ウキゴリは割とそれが、頭の方の線も尾びれの付け根の線もはっきり出ていることが多いんですけども、このスミウキゴリは、どちらかというと尾びれに近い尻尾に近い方の線が3本4本は割とはっきり出ていて、お腹側、頭側の線は割とね不明瞭というかね、ぼんやりしていることが多いんで、そういったところからも、浮きゴリと墨浮きゴリ、これがどういうところにいるのか、どこが違うのかっていうのがね分かってすぐ分かるんじゃないかなと思います。で、先ほども言ったこの3種類が同居している水域もあるし、それもね、そういったところはと捕まえた時に、しっかり見分けていかなきゃいけないんでね。で、まあ、シマウキゴリは北の方なんで、それよりもね、南の西側に住んでる人たちは、このスミウキゴリとウキゴリが被ることがあると思います。ただ、このスミウキゴリというのは、取った場所が、湖とか、すごいね、内陸のね、場所で取った場合は、かなり可能性は低いです。どちらかというと、汽水に近いエリアですね、もう海が近いよっていうところで取った場合はこのスミウキゴリの可能性が出てくるんですけども、それ以外の山奥、とてつもない山奥とかね、例えば滋賀県、海のない滋賀県、あそこで取った場合はスミウキゴリである可能性はもうほぼないです。まあ、そんな奥まで上がらない魚で、海を利用した魚なんで、そういったところにはいないです。で、まあ、反対にね、奥に入ったところには浮きゴリが占領しているということなんで、今回は、神奈川県の相模湾に面した、海から割と近い、小さいね細い川なんですけども、そこで取れたのは、浮きゴリの中のスミウキゴリということでね、紹介させていただきました。で、おそらく、まあ、移動できないんで、ずっとねこいつと付き合うことになりそうな予感がするんですけども、まあ、なんとかねやっていきたいと思います。でも、まあ、これに出会えてよかったです。というわけで今日は、スミウキゴリとの出会いでした。で、僕もこの魚に出会ったのね、ぶっちゃけかなり久しぶりです。なんで、まあ、嬉しいっちゃ嬉しいですね。というわけで、これからもまたいろいろガサガサ紹介していきたいと思うんで、楽しみにしててください。なんかね、今日今釣っててね思ったのは、なんかうなぎいそうだなって今思ってるんで、多分そんなに多くはないだろうけど、ちょっと、見てもらうと結構ねいい環境っちゃ環境なんで、多分ここうなぎいるんじゃないかなと思うんで、うなぎもいつかチャンスがあれば狙ってみたいと思います。はい、ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録とグッドボタンもどうぞよろしくお願いします。今日もありがとうございます。それでは。